こんにちは、メディです。今日はフランスに行きます。今回はね、ヨーロッパ、日本に関するヨーロッパで一番でかいイベントを紹介します。それはジャパンエクスポですね。ジャパンエクスポってどういうイベントなのかという全体の紹介したいと思います。それでは行きましょう。セパチ。ジャパンエクスポはヨーロッパで行われる日本関連の最大のイベント。パリの北にあるパークデスエクスポジションの展示場で4日にわたって開催されます。パリから電車で約20分、今年で19回目になります。それに合わせたかのようにストライキがあり、電車の本数がいつもより少ない、場所によっては完全に止まっていた。会場の面積はおよそ12万5千平方メートル。東京ゲームショウの会場が約7万2千平方メートルだからめちゃくちゃ広い。入場料は日によって変わり、土曜日が一番高くて2600円ぐらい。今年の来場者数は23万以上。会場にはいろんなブースが揃っています。ニンテンドやスクエアエニックスなど日本の大手ゲームメーカー関連のブース、同人ゲームコーナーやゲーム関連の仕事に関するトークショー、 VR や昔の名作が遊べるレトロゲームコーナーなどゲーム関連のブースが豊富。漫画やアニメ関連のブースも多数。アニメを放送するテレビ局や配信サービスの企業、フランスの漫画出版社もたくさん出展。フランス語に翻訳された最新漫画も並びます。しかしここにある漫画の数にびっくり。この品揃えと来場者の熱意を見れば、日本の次にフランスが一番漫画を読んでる国なのも納得できる。コブラで有名な寺沢武一先生の展示をはじめとした漫画家のことをもっと深く知れる展示や、アニメの制作過程を学べるジベックのブースなど、アニメに関する情報もいろいろ。日本から来た漫画家やイラストレーターなどのクリエイターたちと直接会える機会でもあります。日本の漫画などの影響を受けたフランス人のクリエイターもプロ、アマチュア問わず多数参加。この機会を借りて友達の若き漫画家ヴィクトーにちょっと挨拶、いつか番組で紹介できればな。才能あふれるクリエイターたちのブースを巡るだけで長い時間を過ごせます。希望は小さいがコミケっぽい。会場の至る所に物販ブースが、すごい数です。ボンダイの魂ネーション、ガンプラ、バンプレストやグッドスマイルコンパニーといった日本の有名フィギュア関連企業も出展。いろんな日本の商品を購入できる場ともなっています。日本で販売中の雑誌や本、食べ物、特にお菓子が大人気。和服や日本のファッションに影響された服も販売されている。はい、分かってますよ。ゴストロリは日本ではもう流行ってないんだよね。フードコートでは和食が食べれます。この長い行列の先にあるのはマベントのブース。お弁当というよりは海外の中華のテイクアウトの箱みたいんだけどね。リンゴ餃子もありますよ。おにぎり屋も人気がありました。おにぎり1個がおよそ600円だぞ。フォアグラとか入ってないよ。普通のおにぎりだよ。会場の一角には日本の文化関連のブースが集まっています。初度からふんどしまで日本の文化を紹介するさまざまなブースが並んでいる。日本を旅したいや人のためには地方や交通機関に関する情報を提供しています。日本で勉強したい人に向けた日本の学校のブースも。
さらに日本で働きたい人に向けて有名人材派遣会社のヒューマンリソーシアのブースもありました。ウィッグ、レンズ、アクセサリー、コスプレ入門講座といったコスプレ関連ブースもたくさん。コスプレイヤーも会場のあちこちにいます。コスプレといえば会場に行く途中のパリの駅などでジャパンエクスポに行くと思われるコスプレの姿の人たちが結構いたので驚いた。日本ではなかなかない光景ですね。ワールドコスプレサミット、日本橋ストリートフェスタやハロウィンぐらいかな。コミケなどコスプレでの出入りを禁止してるイベントもあるからね。日本では街中に年中たくさんのコスプレイヤーがいると信じている外国人がいるけどね。会場の中庭にはコスプレイヤーが集まっている。そしてここは喫煙か。日本だとこういう会場ではタバコが吸える場所が少ないので違和感を覚えた。イベントには有名人も参加しています。クソゲに挑戦するルジュアルデュグニエや日本を旅する一番ジャパンなど、フランスで有名な YouTuber ブースの前に長蛇の列ができててびっくり。また国民的ゲーム関連番組の司会者マーカスのブースもありました。それに比べて僕は全然目立ってなかったな。まあそもそもフランスに行くっていうね、発表しなかったので、たまにね僕の顔をちょっと見て、あれ目地じゃないのっていう人がいましたね。結構みんな驚いてたからさ、面白かった。まあこれでねゆっくり撮影できたので、まあそもそもねネタ着をそんなに夢じゃないので、まあこれでいいんじゃないかなと思って、次ねもうちょっとアピールしたいと思います。会場にはジオモンのステージがあり、ライブやトークショーなどが一日中行われています。ピコ太郎のライブもあったよ。いろんなところにいろんなものがある感じはニコニコ超過激に近いかな。会場は4つのホールで構成されていて、ゲーム関連のブースはホール6、漫画やアニメ関連のブースはホール 5A、日本文化や地方を紹介するブースもホール 5A に集まっている。格闘技、日本車、ドローンやロボットなどはホール4、フィギュアやグッズ関連は会場の至るところにあるけど、主にはホール6に集まっています。ホール 5B1 と 5B2 は兄弟ステージになっている。会場で迷子にならないための目印としてメイン通路には絨毯が敷かれています。絨毯の色によってどこの通路にいるのかがわかる。各ブースにはブース番号が割り当てられている。番号はホール内のエリアを示すアルファベット一文字と各ブースを示す3桁のナンバーで構成されている。でも番号だけでどこのホールかはわからない。マップを見てもアルファベットがなかなか見つからなかったり、番号を前に掲示してないブースもあるから、お目当てのブースの場所が分かりにくい場合もあります。方向感覚が問われるね。ステージの位置関係も場所を特定するのに役に立つよ。ジャパニクスポは人気で、特に週末は人がいっぱい、駅からすでに混んでいます。会場の通路をなかなか進めない場合がある。日本と違ってここではスタッフが人の流れを管理していないので、人がいろんな方向に歩いてたり通路の真ん中に立ち止まったりする。そしてどこにでも座ってる。日本では見ない行動だね。あとはねフリーハグですね。こういういろんな人がフリーハグの看板というかダウンボールだったりするので、それを持ってこうハグを求めてる人がいっぱいいますので、
もう本当にわけわからずにもうハグされてるんで、ちょっとびっくりしますね。まあ結構雰囲気がいいんですけど、暑いからちょっと汗だくと、もう相手もそもそもね汗だくでしょうねと思って、たまにちょっとハグかぶしてくれって思ってるんですけど、まあとでもこうやってくるんで、もうねあまり断れないんでハグしちゃいますね。いろんな人がいますけど、まあ、一番多いのはやっぱティーンエイジャーですね。あともう一つね、びっくりしたのはプレスの受付ね。ブースではほとんどプレスの受付がないんですね。プレスの場合はプレスとして入ったとしても、日本ではそれぞれのブースに行って挨拶して撮影の許可をもらって、まあ、シールなどね、腕章をねあのいただいて撮影するという形ですけどね、フランスにはほとんどないですね。まあ、ジャパンエクスポにはなかったからちょっとびっくりした。あとは日本ではね、あの、まあ、いろんなルールがあるので、それ外国人があんま分かんないんですね、そのルールが。本当に海外はそれはあんまないから、基本的にブースを構えてるなら、まあ、撮影ができると思ってるんですけど、だからね結構外国人がいろいろと撮影するので、すごいそのスタッフが、日本のスタッフが外国人に対して美観ですね。もう外国人の顔を見るだけでノーとか言われてるんで、結構こっちはビクッとなるね。まあとりあえずね、あの日本の場合はね、あのいろんな版権とか著作権とかいろんなルールがあるので、商品とかブースにあったとしても、そのブースでは全部の版権を持ってるわけないので、物によって撮影できないから、まあ、僕は日本長いので分かってるんですけど、外国人がそれが分からないので、この差がねすごい大変ですね。こっちがちゃんとこう許可をもらって、場合によってその完成したとかもう確認が必要なので、それに比べたらね、あの YouTuber とかね好き勝手やってるからさ、ちょっと羨ましいところはありますね。こっちは結構あれでめちゃくちゃ時間をね費やしてます。まあ僕だいぶ慣れてるのでそこまでは問題にしてないんですけど、できればいつかね、あのジャパンエクスポみたいにこうブースで構えるなら、全ての商品がね、あの問題なく自由に撮影できたらな。そしたらね、あの日本のスタッフもだいぶ楽になりますからね。結局スタッフには一番プレッシャーがかかってるので、あのノーとか言ったりはね、その気持ち分かりますね。もうジャパンエクスポでは全然そんなことなくて、ほとんどのブースに行って撮影したいなって、もうああどうぞどうぞって、もうスタッフはもうリラックスです。全然リラックス、みんなニコーっとしてます。それでね、すごい子はびっくりしました。もう一つねびっくりしたのは、あのセキュリティの腕章を持ってるね人がね、こんなごっついな人ね、ブースにはたくさんいますね。日本ではそれあまり見ないんですね。まあフランスではね、ジャパンエクスポ結構いますね。まあそれはいろいろと治安とかの問題がありますから、それはちょっとねびっくりしました。まあ全体的にね、あの楽しい雰囲気ですよ本当に。これでジャパンエクスポの全体紹介が、終わりです。まあ本当にあそこに行ってたくさんの友達と会って、あとは一番ね、あの重要だったのはその訪問者、一般のお客さんと話しすることが多かったですね。まあジャパンエクスポどんな人が行くのかすごい興味があったので、でまあいろいろと話したら、すごい日本のアニメ漫画ゲームに詳しい人がいて、でも全体の印象としてはそこまで詳しくないの人が一番多いですね。まあ有名なアニメ、例えばドラゴンボール、ナルトとかブリッジとかね、結構まあフランスでよく知られてるんで、あとはゲームを目的として来てる人が多いので、そこまで日本が好きとか日本のファンっていうこともなくて、ただまあ日本に興味がある人が多いですね。まあ結構日本のメディアではすごい、あのこんなに日本のファンがたくさんいますっていうことがとちょっと現実がちょっと違いますね。興味を持ってる人はたくさんいます。まあフランス人としてね、これほどの大きなイベントはね、その日本に関するに大きなイベントがフランスで開催されるのはやっぱ嬉しいですね。あとはイベント全体に結構面白くて、まあブースのクオリティね、全体で見れば日本の大きなイベントを及ばないんですけど、面白いブースがたくさんあります。あとはイベント、ステージ、トークショー、本当に面白いコンテンツがたくさんあります。でそれがすごいファンに向けて、またその日本にこう興味を持っている人に向けて話してるから、それが面白いんですね。できればもうちょっと
詳しく、ブースを紹介したいなと思います。本当に時間あれば、やりたいです。まあ、今回ね、あのジャパンエクスポどんなイベントなのかって分かってくれたら、それが一番の目的です。番組最後まで見てくれてありがとうございます。それでは近いうちに、さよなら。